会談の封鎖に立ち上がっています。今日この戦いと固く結びついて、伊藤忠への抗議行動を行っていきたいと思います。今はこの ILW の労働者の抗議闘争を警察に弾圧を要請し、すでに213人もの労働者を警察に逮捕させています。労働組合員が正当な抗議行動を行うのに対して、警察力を持ってこの労働者を逮捕させる、そして労働組合を潰した後に非正規の労働者を雇用する、こういうやり方が現在、伊藤忠がアメリカの港湾労働者に対して行っていることなんです。組合破壊に対して行為渡すためにだけ来てるわけ、ね、書面がございましたらば、こちらでお預かりをいたします。だから読む前になんでお預かりして答えないなんてこと言うの？小林営業と伊藤忠商事株式会社取締役絶対許すことができない。以上です。撮影やめてください。なんだよお前、敷地内です。何やってんだよ今やってるの。労働協約を結べ、警察と手を組んだ恐喝暴力的な弾圧をやめろ、これだけの要求なんですよ。2011年初の人破りが積み込んだ穀物を初の出荷をやるんです、やるという予定のようなんですよ、EGD、12月20日までね、それは伊藤忠がやってると同じことですから。EGC が行っていることは密接に学生にも関係しています。先日野田市長は早稲田大学の中で学生に対して TPP の必要性を感じてもらうと言って講演会を行いました。そこではあなたたちのライバルは隣の学友だけじゃない、 TPP で相手国も開国させるんだ、アジアや太平洋で、アメリカの学生もあなたたちのライバルなんだと言って、より一層私たちに競争、そして賃下げや非正規職を学生に強制させようとしています。伊藤忠は TPP を推進するために小林という会長を提唱して TPP 推進の設定を担っています。私たちは全国の農民、労働者のところに伊藤忠弾劾の戦いに立ち上がることを宣言します。